朝霞城は、伊勢国一主軍朝霞に、かつて存在した、日本の城。白米城、地位の木城とも称する。1982年に、朝霞城関府高城跡から立城跡の名称で、国の史跡に指定されている。伊勢国市から戦国大名となった北畑氏にとって、北伊勢に対する重要な拠点であった。マス山と朝霞山の長望、朝霞城の表記には、 千行場、阿舎賀城もある。大和坂町の西方にある標高312メートルの山上に位置し、城石は東西180メートル南北330メートルの範囲に広がっていた。東に伊勢湾や伊勢島国立公園、三河の山々をも見通し、西に室上赤目青山国定公園の山々を望む。城跡は南角と北角からなり、南角は 白米城、北角は、地位の城と呼ばれている。追記あるじは、北畠さ房、または北畑三政とされ、この城で行われた、牢城戦での出来事から白米城と呼ばれるようになった。南高不落の城として、なお驚かせた時代もあったが、織田信長の命令を受けた、木下東吉郎に攻められ、落城した。城跡は大きく、南角と、北角からなり、 南角は東西25メートル南北30メートルの範囲にある飛行12メートルの大上地、北角は70メートル四方の範囲にある大上地で南北の角は250メートルほど離れている。ここで南角を白米城、北角を C の基城と呼んでいる。北角の方が規模が大きく新しく、掘り切りや土塁などで複雑に構成されていることから、 北角が主角であると考えられる。二つの強調な大城地を中心に、大城地間と両端に掘り切りを巡らす。北側の最下斜面には縦りが2箇所見られる。南角の方が北角よりも高い位置にあり、松坂市街から見ることができる。45メートル60メートルの基底部は台形をしており、上面は20メートル35メートルの平面楕円形をした大乗地で、 四隅に小さな大城地を持つ。南角の東、北、西の三方の尾根に堀切りと小型の大城地。北西の尾根には二条の堀切りが整備され、増ス型山山頂には堀切り、空堀,堀、狼園台があった。近辺には高木、唐立城などの出城があった。高木は北畑市の家臣大宮市が築城したものとみられ、ここを有し、 戦国時代の雰囲気をまとう。唐立城は南北朝時代の特徴を有する。北下夫房兼務2年に北畑下夫房が秋家、秋信、秋吉の三人の息子を伴って伊勢国に入った時に南西にいくつか築いた城のうちの一つが朝霞城であると言われている。朝霞城の資料上の書室は文永年10月23日付の 住みかまる軍中将であり、北朝軍である、時より安の軍に、墨氏が加勢して、功績を挙げたことを記した文中に登場する。清志願寺その後、永二十二年春に、北畑三政がこの城から挙兵した。明徳の和訳で、両党鉄律が約束されたにもかかわらず、将校天皇が即位し和訳が破られたことが、その理由であった。三政には、 元南朝方の勢力であった山と、木、河内の武士が味方し、幕府方は一式吉津らを総大将とし、時、京国領主を送り込んで汚染、三政川は牢城戦に入った。この時のエピソードが白米城の名の由来となった。満載時号日記によれば、永二22年5月15日に城は陥落したと言う。その後文明10年。 朝霞城のあるマスガタ山の麓に、北畠市の菩提寺、清願寺が、北畠財親の援助によって建立された。これにより、麓の館と爪の城という中世の猫屋敷、山城を模したような形が出来上がった。白米城伝説の後、城に直接関係する記録が途切れるが、永禄八年と天正八年に記録が復活する。そこには、 大宮入道を含む、忍人氏が上司を務めるとある。A60 年には、織田信長法の滝川和正による再三の攻撃を、跳ね付け、剣道なる城との名を世に広げた。そして、A62 年8月、信長軍は、朝霞城を包囲、信長軍は降伏勧告を行うも、大宮入道を含む、忍人氏は応じず、木下東吉郎による巧妙な策によって、 ようやく会場、そのまま会場となった。この時、北畠軍の大宮大野城義行は、木下東吉郎に号泣を引き、秀吉は、障害発にして、唯一の戦勝を左脇に受けたとされる。朝香城郎攻めは、大川地上の戦いの前哨戦との位置づけで、それまで大きな手柄をあげていなかった秀吉に武功をあげさせるために、信長は東吉郎を送り込んだという。 1982年4月7日、国の史跡に指定された。2017年より、松坂山城海が城石で発煙筒を焚き、呪しがどのくらいの範囲で見えるかという実験を行っている。北畑三政が浅香城にこもった時、北畑軍は水の確保に苦労した。幕府軍が浅香城を包囲し、水の補給路を断ったからである。 実際に城内にはほとんど水は残っていなかったが、北畑軍は敵を欺くために白米を馬の背に流して城内に水が豊富にあるように見せかけた。これを見た幕府軍は北畑軍が未だ豊富な水を保持するのかと大いに驚き、水立ち作戦を諦め、包囲を解除したとされる。結局、三政は浅霞城を奪われてしまったが、 中介者の尽力で幕府との和議が成立した。白米城伝説の元となった話は、大雲記に記されている。同書は、江戸時代前期に書かれ、軍記物のような筆致で描かれている部分もあるなど、史実として捉えるには、何のある部分がある。城跡には、平坦な城郭跡を残すのみで、王子を忍ぶ者は、特にない。堀切りや土塁は減損し、南角には、 朝霞城のあったことを示す石碑が建てられている。城石は、国の史跡指定の前年から、地元の大和坂町民によって、草刈りが継続して行われ、整備されている。JR 規制法線、同名商線、近鉄山田線松坂駅より30交通路線バス48系統嬉しの一市,市町域に乗車、岩倉口バス停下車、徒歩15分で城石への登山口に達する。 上席へは、登山口からさらに40分ほど登る必要がある。ゆっくり登れば約1時間になる。上席からの眺望が良いため、春の遠足やハイキングの家族連れなどで賑わう。近隣の随岩寺や横滝寺、不動滝と組み合わせて、長めの散策をする人もいる。ありがとうございます。